AAA credits are right。 どうもこんにちは、コウキです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。そして、本年1本目の動画ということで、皆さん明けましておめでとうございます。で、今年もよろしくお願いいたします。さて、皆さんは2022年に入って今年1年の目標というのを決めましたか？今回の動画は、今年1本目っていうこともあるので、この動画コウキオリジナリーというチャンネルの1年間の目標とか方針っていうものを視聴者さんの意見を聞きながら、一緒に決めていきたいなと思ってます。それでは早速なんですけど、始めていきたいと思います。まずこの動画を初めて見る方も大勢いると思うので、まあ大勢いるというかほぼ大半だと思うので、このチャンネルの概要から説明していきたいなと思います。このチャンネルコウキオリジナリーでは、去年から生活を少しでも楽にするアプリの紹介だったり、物の紹介というものを中心に、動画を1年間撮ってきました。基本的にこの方針というものは変えないんですけど、今年1年は、視聴者さんのお題にもしっかり答えていきたいなと思っています。今回そして自分なりにも挑戦してみたいことがあって、視聴者さんと一緒にアンケートを取りながら、この動画中にアンケートを取りながら、進めていくというか、まあ結果は次の週の動画になってしまうんですけど、一緒に進めていきたいなと思っています。このアンケート動画というか、視聴者さんと一緒に動画を進めていく YouTube は多分なかなか見たことないと思うので、今回初挑戦というか新たな試みとして一緒に協力してもらえたら嬉しいです。まず1個目のアンケートから取っていきたいなと思うんですけど、トピックに関してですね、先ほど言ったお題に関してのアンケートです。これは4択で、設定します。1個目は MacBook とか Apple 系のトピックお題ですね。で、2つ目は、アプリアイテムの紹介、まあこれが2つ目。そして3つ目が美容とか健康の面のお題。そして4つ目が、趣味ですね。僕の場合だと、特に植物だったりファッションとかが大好きなので、その辺の知識はちょっと自信持って語れるところがあるので、その辺の紹介もしていこうかなと考えております。この4つですね、4択の中で、あなた自身がどれが一番聞きたいお題かを、もうポチッと押していただくだけでいいので、ご協力いただけたら嬉しいです。僕基本的にはコメントなので、このお題ちょっとやってほしいんですけどっていうことがあれば、基本的に無理のない範囲で、何らかの形で、この動画でお届けしていこうかなと考えておりますので、コメントもお待ちしております。続いて2つ目ですね。続いて2つ目は配信時間の話です。去年までは月に 2,3 本っていうことでしか言ってなくて、週何本とか、毎週やりますとかっていうことは全然言ってなかったので、今年は設定をしていこうかなと、配信時間の設定をしていこうかなと思ってます。今年からは基本的に週1のペースでやっていきたいなと思っているんですけど、ここでのアンケートを取りたいのは、配信日時と時間ですかね、時間をアンケート取っていきたいなと思ってます。これは3択にしたいと思ってます。1つ目が水曜日の夜8時に配信、2つ目が毎週木曜日の8時に配信、そして3つ目が毎週金曜日の8時に20時ですね。3択のどれも夜の、ね、20時になってますの配信。この3つの、3択にしたいなと思うので、ポチッとアンケートをよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで今回は新たな挑戦と題して、視聴者さんの参加型の YouTube に挑戦してみました。いかがでしたでしょうか？本当にこれは視聴者さんの、ご協力が、必須なので、アンケートというか、そうですね、アンケートの方よろしくお願いいたします。今年のこのチャンネル公共オリジナリーの目標をまず僕発表したいなと思ってて、まず第一段階の、もっと先に大きな目標は夢があるんですけど、まず第一段階の目標としてチャンネル登録者数を1000人ということに目標を置いています。本当に視聴者さんのご協力がないとできないことなので、ぜひともよろしくお願いいたします。そして登録者数が1000人になった場合は、それ以降の動画ですね、それ以降の動画から何らかの形で視聴者さんに恩返しできるような企画等も やっていきたいなと考えておりますので、まあその1000人以上を目指して、頑張って僕も行きたいなと思うので、さんの方もぜひともご協力いただけたら幸いです。そしてこの動画の、結果というものは来週の水曜日の8時に、発表したいと思うので、そこで配信日時だったり、そのトピックを中心にやっていくとかだったり、発表していきたいなと思ってます。はい、この動画公共オリジナリーでは、生活を少しでも楽にするようなアイテムの紹介だったり、アプリの紹介だったりを中心にしていますので、もしこの動画が参考になったら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、今日も最後まで動画見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。コウキでした。バイバーイ。